デカ盛りしチャンネル。じゃあ、こんにちは。こんにちは。お願いします。あのお願いします。ジブリ先生、ジブリ先生です。うわっ、うわっ。ジブリのサポーターやったってこと？ジブリのサポーターじゃないです。え、選手としてフロンターレからジブリに移籍します。え、選手やから。ジブリの中とか行ったことある？いや、応援行きました。選手じゃないんや。選手じゃなかったんです。で、J2 でした、ジビロ。はい。そっから、ナナミさんです。ナナミ？ナナだけでいい。ナナミさん。で、ナナミさんは僕、セレッソ大阪で一緒にプレイしてました。1年半年間だけ。元仲間が監督やったんですね。そう。で、僕、ハワイ行ってたんですよ、はい、オフに。はい。まあ、フロンターレから2年契約だったんですけど、ちょっと1年で、もうちょっともう来年使わないかもって言われて、これ、あるクラブが連絡くるんですよ。はい、まずハワイで、ハワイで、え、松本山から連絡くるんですよ。お、あの堀町監督、はい、ポイズン、ポイズンのから連絡来て、で、もう一回鍛えよう、フロンターレで培ってきた技術を使いたいなと思ったら、もう一回鍛えるっていうのをちょっと、どうしようかなと思っちゃってるんで、はい、時に奈美さんが連絡します、はい、来いよって言われて、もう来るやんなと、はいって言って、で、決まりました。え、そんなんあるん？はい、やっぱそう嬉しいし、一緒にプレイしてるとかに来たら、え、ハワイ中に奈良美さんから電話があった。はい、ジュビロの奈良美さんから、奈良美さんから連絡来て、で、この時あのゴールキーパーに決められて、プロプレーオフで、覚え、知らんかな、ジュビロ対山形やった時に、山形の人が、あー、おー、そう、で、その次の年、もう一回上がりたいって言って、はい、行くんですよね、ここから、はい、スタートしました、はい、で、J2 からもう一回上げようと時に、キャンプ中僕全然不調でした。全くできてなくて、ハワイしすぎたから、ハワイしすぎたのもあるんですけど、ここでとんでもない補強をしますんですよ。え、元イングランド代表のフォワードが来る、ジェイボスロイドっていう選手、札幌とかでいた選手来るんですよ。ジェイですか？あの、はい、おお、アーセナル出身、すごい、行く。で、まず自分の心境、終わったなと、無理やなと、はい、まあ、なりますよね。はい、もうね、この時にね、こういう選手が来るっていう時に何ができるやろうなと思ったときに、この人が怪我したりとか、はい、活躍しようと思って、はい、意外にできたんですよ。あ、それが、この J2 の時は、はい、で、僕もこの時自分でも恥ずかしいんですけど、プライドの塊だったんで、ベンチ外とかなってもふてくされてたの、はい、こんなにお世話になったナナミさんに対してもやっぱちょっと言っちゃうの、はい、こういう人間なんで、はい、ナナミさんに、でもナナミさん優しかったよ。いや、でかお前の使い方こうやからとか、はい、自分にベクトル向けるんだったらチームに向けてくれた、チームが盛り上がるためにやってくれた、はい、で、やってたんですけど、で、昇格します。お、J1 ね、J1 昇格するんですよ。おめでとうございます。 J1 昇格して、ここからです。え、しくじらんでしょ、はい、こっからしくじることなんですよ。ここからもう一回頑張ろう、2年契約でもう一回頑張ろうと思うんですけど、はい、自分が結構調子上がってきて使われないことに対してめちゃくちゃ不適されます。自分はチームのために頑張らなあかんねんけど、それがいつなんや、いつ来んってずっと思っちゃってる。ほう、わかる、言ってること、はい、やっぱ自分が表現しなくなるから、やっぱ不満とか言っちゃうの、はい、やっぱトレーナールームとかさ、まあ、あとコーチにちょっと不満を言っちゃうのね。不満っていうか不満分子になっちゃって、あと自主トレで俺ナナミさんからちょっとコンディション上げろってことで、練習後に20分間絶対走れる、ランニング、おお、まあしてたんですよ。はい、偉い。で、体重も結構落ちてて、はい、まあリアルな数字88キロを目指してやってくれって言われたんで、はい、ここをずっとキープしてたんですよ。だから絶対に走れっていうことをもうね、しなくなってたんですよ。ああ、不満で。だからそれで走ってないから、で、もう終わって不適されてすぐ帰ってきました。はい、やっぱ奈々美さんも多分扱いにくかったんちゃうかなっていう。で、言うたらまずこれよく聞いておいてほしいんけど、やっぱり組織に不満を出したらあかんなと。まあ僕この時 J1 やったんですけど、なんだどっかでも自分できるし、で、ナミさん取ってくれたって時に、まあその練習でも不適されてすぐ帰ったりとか、で、それをマネージャーに何か言って、でかお前帰ったんかって帰ってました、だからやっぱもう不満になっちゃうよ、印象悪くなった。これでこれも多分出てないと思うけど、夏、じゃあ夏にちょっとオファーがあって、オファーが、お、まあ九州のチームと千葉のチームっていうのがちょっと出たんだ、ちょっとだけね、はい、で、俺もどうしよっかなって思う時に出たいと言っちゃってて、だからこんなさ、もうチームも出たいと、チームも出たいと、はい、出場してきたら欲しいと、はい、
でやっぱここやっぱこうなっちゃってて、多分こういうのはサッカー選手、サッカーって噂ばっかりかな、はい、でこれ夏やってんけど、で自分もは怒られたりとかしてベンチ外になったりとかして、はい、もう一回頑張ろうとかなって、で名古屋さんチャンスくれるんですよ。えおそんなやつに突然でアウェートスで僕スタメンやったんですよ、はい、けど前半20分ジャンプしたら腰ぎっくりしちゃって、あは大事な時やのに、そう大事なので腰あるあるね、ダメやったんですよ。でまあぎっくりなっちゃって腰やっちゃって、まあ僕ヘルニア3つあるんで、はい、でまあまあ今回3週間ぐらいかなダメやったんですけど、この3週間でもう一回頑張ろうと思って、おめっちゃ頑張っててもう一回やらなって時で、やっぱそれでもナミさん見てくれてたんで、ロッテよりも早く入れてくれてたんで、ベンチとかに、でそっからベンチ入れてくれてやってたんやけど、いい時もめっちゃあれあのやっぱ目立つんやけど、悪い印象っていうのは消えないから、ああね、そうで、まあここで僕戦力外通告です。へえ、全然違います。初めてで、モレスさん36年間どこ戻りたいですかって言ったら、授業行く前のここに戻りたいの。もっと我慢してハワイに戻りたい、ハワイに戻りたいだもっと我慢して、でも自分の意見を言うっていうのもあるやけど、やっぱ俺の場合はやっぱ積みかつく言っちゃうから、でもこっから J1 からまあカテゴリーで言ったら J5 まで落ちます。俺のほんましくじりはやっぱ不満は言ったらあかんし、まあ、言っていいと思うんだけど、言い方伝え方でジブリすごくやっぱ伝統あるよ。ゴンさんとか高原さんとかいたフォワードで、で、まあ、この人 J オーストラリアっていうのもやっぱすごいいい経験もらったし、すごくいいチームやったんですけど、ここで1個もう1個あるんですけど、名古屋さんからあること言われてました。後輩の選手にメッシだけは絶対連れて行く、で俺ほとんど連れて行ったんですよね、はい、まあこれは誤解があって名古屋さんちゃんと伝えたんですけど、まあ0人停止の時に呼ばれて、てかお前なんでこうなったか知ってるかと、まあ、5つあるんだバーって言われて、まあ、今みたいなことを言われて、まあ、それはそうやなと。で俺はその周りに当たり散らかしてたの、自分が悪いっていうのも知ってたけど、やっぱバリアしてたから。で1個ある中堅の選手がもうデカさもうメッシ食わしてくれる人みたいになってるよって言われた。いやなんか俺もそれは言われてたから、なんかもうそれ良くないなと思ったから、ここで次の日練習にかかわらずその中堅の選手2人来てくれて揉んでくれて、いやモリシ君ほんまもうやめた方がいいっすよと。でやめて一時、これも理由って言われたけど、これはまあ一応こういうことがあったんで一応やめたっていうこともあったんですけど、まあすごい難しかった。俺何をしてるかプレーでもしたいし、自分が表現したらもう終わって、まあゼロインテージなくなっちゃうのっていうのがあったんで、これやばいな。そうっす。だからおごらな、今も最近ちょっと緑の人とか、あの緑のマネージャーの人とか飯食わしてくたりとか言ってるんですけど、最近あのマネージャーの方から結構もう扱いもおかしかったりしもうそうそう俺もたくさん飯食わしてもらう人みたいになってるあっしくじり先生ほんまに26、27もう油乗ってる。でこんな感じのことをやってたらやっぱり、ね、うまくいかない。車買いましたここで。また何してんすか、ゼロエンテージやのに。逆にこの時の車の話はやっぱ結構マストですよね。はい、フロントエが準備行く時に大久保よしとから、はい、エスカレード買います。あエスカレードよしさんが乗ってた車屋さんに持って行ったらエンジン焼けてる、はい、オイル交換よしさんしたことある、あれしたことあるかいって言われて、で潰れるかもしれないと思った時に僕のがしまったらここでポルシェ買います。ポルシェバナメーラ買いました。はい、痛いよ腰に。とアルファ買います。え2つだ買いました。じゃあ買ってる、ここで買っちゃったんですけど、ここに行くんでポルシェ取って地域リーグまで落ちるんで、この話をまたしたいなと思って。なんか質問あるかって言ったら J5 の練習場とかもパナメラで行ってたんですか。あ、その話もまあこの次出せたらなと思うんですけどまあその時のめちゃめちゃ面白いエピソードもあるんですよ、はいはい、なんで買ったんですか。え、だからゼロ円になる前に買ってる。ゼロ円になる前に買ってるって。あ、そうか、ここから上がると思って。2年契約やったから、そう。で、この時に買ってるんで、この時に。あ、そうか。フロンターレから。ジェイボとかまだ聞いてないと、ジェイやろ。あだからこの時は小林勇気とかさ、小川幸喜とか、ジェイボスロイド、アダユーとか。おぉ。ここにあったアダとか持ったし、カミンスキーと思ったし、めっちゃいいチームやって。9番停止されるんですよ、9番最初。ジュビロ行ったけど、9番さん。すごい。9番誰ですか、ジュビロの9番といえば、はい、中山さん。そう、だからゴンさん、ゴン中山さんの9番断るんですよ。えぇ、ー、ちょっと怖い。あー、荷が重い。そういうこと、荷が重い。で、20番っていう感じだったんですけど、こん
これはでも結構しくじってんの。ほんまここ簡単やん、走ってるだけやん。まあもうね、こういうで、まあこれはね、これはこの後輩の飯食わせるとちょっとあれやけど、いいですか、はい、飯食わさなあかんかったって奈良さんに言われたってことですか。はい、食わしとけやって、食わしとけとか、そういうのをちゃんとしとけよと、そう、なんでやから後輩のケアとかもしろよと、面倒見見ろよっていう、あだから俺が奈良さんにやってもらったことをお前もしなあかんねっていうことで、あてかそういうの期待してるからって言われてたんで。そんなあるんですか。やっぱありますよ。え、ありますあります。だから那須さんも神戸時代みんないろんな人連れてってた。それやっぱあるよ。俺今も森さん結構飯連れてもらってるけど、うん、1回も払ってくんない。払えよお前。いやいや全部もう出す、もうすぐ出すし。この間宮丸さんから連絡来たけど、お前になんか金めっちゃ奪われたって俺個人的に宮丸さんが来たぞ。お前払えよ。宮丸さんも払うね。うん、まあでもやっぱ七海さんの影響っていうのはもう俺もセレッソの時はめっちゃもらったし、この後新聞でも言ってくれよ。このカレン・ロバートさんって言ったことないけど、はい、デカモリシャカレンより能力あるとか言ってくれよ。だから俺めっちゃ通ってもらったよ。量もね、ベンチで送ってもらったよ。だからこういうことを受けてもらったことを返さなあかんけど、まあ、俺のやり方とかもやっぱ間違ってたよね。結構学んだ、めっちゃいろいろ。まあこ、まあ、トレーナルームというのも結構憩いの場ない。なんか、お前らどうなんとかって。でもそれも、やっぱ、もっと、やらかく言ったらよかったけど、いや、無理やって言ったりするときあったんで、それは良くなかったなというのと。それはもう監督にね、筒抜けで。まあ、そう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 。じゃあ、例えばここからこうなって、移籍先探すっていうのに、デカってどうやつなんて言ったら、いや、こうやってこうなるっていうのが出てくるんで。あ、ね、はい、厄介やでと。そう、厄介でってなっちゃうんで。まあ、こういう感じです。なんも大阪って厄介ですもんね。うん。88キロってこれはあれなんですか。僕のベスト体重。ベスト体重、はい、今は何キロですか。今はまあ90です。88がベスト一番、はい、あんま変わってないですよ。でやめてからみんなもっとバーンってなんか僕4キロ5キロ取れました。去年の前でちょっと頑張りたいなっていう企画があったんですけど、ちょっと落ちちゃって落としてたんですけど、もうそのセレクション落ちちゃったからもういっぱい食べたいとかしてないですよ。申し訳ない。そういうのあったんだよ。88以下の時あったんですか。ありました、ありました、ありました。だから僕はその痩せすぎたらえそういうのあるんですか。そうです。デブい方がつると思うんですけど、試合中も88キロで入ったらやっぱ抜けていくじゃないですか。はぁ、だから僕は89とかで、まあこっからね、こういうのもあったんで次からこういうところで、ね、チャレンジしていくんですよ。はい、でまたJ に戻るっていう、この花の舞台に戻るっていうのが僕の最後のエピソードなんで、わ、はい、こういうのもまた次取れれば地域リーグの現状、まあ、パオロも栃木市で行ってるし、はい、まあ、そういうのも含めてまたやっていきたいなと。勉強になります。ありがとうございました。